さあここから首都高入ります。合流も全然スムーズにできるし、まあ普段乗ってるあの250の WR はやっぱり高速道路乗ると頑張んないとっていう感じになるんで、まあもちろんそれと比べるのもなんなんですけどね、やっぱり大型バイクのこのゆとりはちょっと魅力的ですね。ちょっとこの高速のつなぎ目のところのドンっていうガツンとちょっとした突き上げっていうんですかね、それはちょっとありますね。二速で、なんか3速で走ってると結構気持ちいいですね。回転数がどうだろう、6000回転ぐらいの音がすごい気持ちいいです。なんていうのかな、市街地走ってるときはだいたい4000回転から5000回転ぐらいでファーっていう感じなんですけど、この6000ぐらいを超えたところからの音がね結構いい感じですよ。ファーっていうのがだからファーっていう感じになって、ちょっとザラッとした感じも入り、マルチいいっすね。うん、いいですね、いい音する。首都高は3速ですね。3速で走ってるとかなり面白いですよ。アクセル開ければ好きなだけこうパワーが出てくるっていうか、いいバイクですねこれ。新宿出口後の右コーナー、楽しいっすね。ちょっと今トラック来ちゃったんで、思いっきりガードされてますねこれ。ここの S 字ちょっと試したかったんですけどね、代々木のところの。残念だな、思いっきりガードされてるな。あそこの S 字やりたかったな。いやーコーナー楽しいっす、このバイク。まあ60キロぐらいでねこう入って、いやスムーズ、よく曲がりますねこのバイク。楽しい。
楽しいっすこのバイク本当に。いいな。いやこれでストリートトリプルの60万円差50万円差ぐらいか、だいたい輸入車はなんか整備費用高いんで消費用乗っけちゃうとね60万ぐらい差出ちゃうんですけど、いやそれをちょっともう60万円をカスタム費用とかに当てるって考えたらやっぱこれいいかもしんないですね、このバイクで。まあ、つい最近出たばっかりなんで、あの程度のいいね中古車なんかも出てるかもしんないんで、そういうのを狙い目かもしんないですね。 GSX か、 S750 なかなかいいバイクじゃないですかこれ。右回り左回りどうしよう。まあちょっと湾岸線の方行ってみますかね。三宅坂ジャンクションを右に行ってみます。観測に、トンネルの中も音が響いて気持ちいい。合流します。いやー気持ちいいなこれ本当に。首都高を走るのに最適なバイクなんじゃないかな。小回り効くし、まあ、ちょっと倒したぐらいじゃ全然不安定にならないんで、うわーいいっすねこのバイク。ちょっと気に入っちゃったな。スズキン完全感染してますねこれ。やばいかも。で音これねマフラーノーマルなんですよね。ノーマルでもこんないい音するんだな。芝公園の方行ってみます。東京タワーが見えると思います。まあ、ちょっとこのやっぱ道路の継ぎ目のところのガタンガタンってやつ、これはどうしてもやっぱり消せないんだろうな。ストリートトリプルの RS のサスだとこういうのってどうなんですかね。こういうのも結構しなやかなのかな。それだとやっぱポイント高いよなあれは。東京タワーですね。東京タワー見えますかね。お、86。湾岸線羽田の方ちょっと行ってみます。
レインボーブリッジ行ってみようかな。レインボーブリッジ、見えてきました。レインボーブリッジ、気持ちいい。右手にフジテレビ見えるかな、映ってるかな。気持ちいいっすね。こりゃいいや。お台場が見えてきました。横浜方面向かいます。後ろにつきたい。どんな感じか見てみたい。うん。あんまりこのタンクは磨き込まれてないですね。ピカピカになってるやつとかありますよね。そうすると鏡みたいで面白いんですけど、後ろにつくと。今だいたい1時間ぐらいこのバイク運転してるんですけど、シートが若干、まあオフ車ほどじゃないんですけど、若干圧迫されてます、股間が。若干痛いっす。これはなんかシート交換できるのがあればいいっすね。長距離ツーリングは少し辛いかもしれないな。休み休み行かないと。すごいよなこの工業地帯。ちょっと怖いんすよね、僕工業地帯って。なんか絵も言われぬ怖さがあるというか。大黒パーキングエリアと寄って行きましょう。すごいっすよね、この大黒パーキングエリア。ループ橋の嵐というか、すごいなぁ。いつ来てもなんかすごいって思いますね、この感じ。ぐるんぐるん。よいしょ。じゃあここで一旦休憩です。こうやって手で押すときもそんなに
やっぱ重くないですね。さらにこうなんか滑らかになったような感じですね。あと1時間ちょっとぐらい時間残ってるんですけど、まあちょうどいいと思うんで、すり抜けてこういう動画に上げちゃいけないんですかね、これもしかして。これだけはね、本当バイクで良かったと思う瞬間ですよね。